鼻かんだけど全然だわ。今日撮影じゃないです今日じゃないんですよ、また別日です。ああ、鼻が少し。こんにちは。わすごいな、迫力が。こんにちは。あった。こんにちは。3分後ぐらい普通に配信します。3分後ぐらい、ちょっと待ちよ。全然違う日なんですよ、ね、本当はすぐにでもしたいんですけどね。でも昨日の夜、あのめっちゃあのコンビニのおでんの汁を飲み干したから、顔が調子は多分めっちゃ悪いやばい。ちゃんとね、前日の夜は気をつけてるんですよ、一応ね。昨日の夜はね、もうダメでしたね。今すっごいマックが食べたいもん。なこちゃんだ、こんにちは。9分早いでしょ。いや本当はもっとめっちゃ早く起きてたんだよ。でもまあ犬の餌やったり、あのお部屋、犬のねシーツのお掃除やらとかしたら、まあ普通に時間が経って今となりました。りんちゃんありがとう。塩分取ったよ。今もでもお腹ペコペコ。あーわかるわかる、冷凍丼わかる。いいね。でもさ、そしたらさ、おでんにした意味なくなるのよなんかさ、まあ言うてカロリー低いからおでんにしてるってのも私はあって、12時ぐらいからいや普通に配信しよう。今はねちょっとね、アディショナルタイムですよ。吉平さんありがとうございます。昨日からマクロスのイベントに出てます。吉平さんありがとう、ありがとう。魔女ということはハロウィンですね。ハロウィン、ハッピーハッピーハロウィン、なんたららんなんらららんなんらら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 らハッピーハッピーハロウィン。これはなんだっけな、なんか歌い手さんが歌ってた気がするな。ハッピーハッピーハロウィン、なんだなんだ。こんにちは、ふーちゃんありがとう。腹がぐしゅぐしゅする、花粉なのかもしれない。あれな、花粉って言ってないっけ最近。最近さ花粉さあるよね。やば、鼻がやばい。大将さんありがとう。それ何、ロリポップキャンディー、キャンディーですか。あそっか、お菓子をくれないといたずらするぞ的なキャンディーだ。違うのかな中野さん、ゆなちゃんもありがとう。お菓子くれないといたずら、え、ハロウィンって何月だっけ。あれ、ハロウィンって正確な日にちあるんだっけ。あら、吉井さんレ、違う、ウェイさんレベ8。え、虫眼鏡、ほんとだ。うわ、目悪いから見えなかったわ。目悪くて見えな、今ねコンタクト入れて時間経ってなくて、コンタクト入れて10分ぐらいはなんか目乾燥してさ開かないんだよ全然見えてない。あー、お菓子ありなきゃよかった、虫眼鏡でした虫眼鏡だって、騙されたわ、騙された。お腹減ったし、え、マジで花粉症かも。めっちゃ嫌。でも花粉症ってなんかさ急になる人いるよね。
いきなり体質変わってさ、急に花粉症になる人、私去年なってなかったのに今年花粉症。なんか私はね、花粉症めっちゃ波があって、今年なんかやばい気がする。最悪。15位目指してます。絶対15位になるぞ。15位になるとアマゾンギフトカード5000円分ももらえちゃいます。すごい。それは お得すぎる。あ、腹がやばいずっと鼻が合っててる。疲れやばいです。体調、これが花粉であると願いたい。これが風邪とかだったら嫌すぎ。何買おうかな。あー、米かな毎回 100% 欲しいもの米。いや、米が一番嬉しいでしょ。私のじいちゃんばあちゃんにもなんかプレゼント米あげたしな。なんかさ、米5000円ってさ、結構買えるよね。あ、やばい、風邪ひいたのかな。やだよ。花粉ってくしゃみ出る？怖い。いいって。そんな風邪とか。アマゾンさんの米？そう、実用的。わらわらそう、実用的なものもらってね、嬉しくない人いませんからね。それが一番でしょう、実用的なもの。嬉しいよ、一番嬉しいよ、米やばい、全然くしゃみ出る。鼻が入りまして、やばい。今肌噛み終わりました。やばいね、なんか風邪じゃないことを祈るわ。でもさ、秋花粉ってあるんだよね、確か。秋花粉な気がするぞ。私が通ってる美容師さんが秋花粉がすごい苦手らしくて、そういう話したわ。あやべだ、こんばんは。生姜がいいの？生姜は何に効く？こんにちは。ブタクサとか稲とか。なるほどね。トシさんレベル7おめでとう。よし、鼻の周りめっちゃ赤くなっちゃった、やだ今何分ですか？なんか画面から消えちゃった。こんにちは。今何分だろう。レベおめです。何時まで？12時半とかかな。あれ、元何分ってルームに書いてるっけ？それに合わせて配信しようと思ってます。あれ、何分までって書いてたっけ？あ、12時1分。あ、ちょうど12時だ。よし、メイクちょっとしてたけど、メイク終わらそうかしら。よし、こんにちは。
あ、やだな。本当花粉って嫌。絶対花粉症なんだけど。絶対花粉症これ。昨日撮影だったので。よいしょ。ね、オフショットとかもどんどん乗っけていこうかなと思ってますよ。今日もまたムービーアルバム更新するから。あれ、としさんって私のファンクラブ入ってる？入ってるよね、さすがにね。どうなんだろう、怖いな。12時40分までありがとう。40分まで配信します。こんにちは。ちょっと可愛くなってるタイム。目が あ、みんなキラキラ星ありがとう。そうか、12時前だからキラキラ星があるシステムですね。こんにちは。撮影用にさ、化粧品をさ、めちゃめちゃ持ち歩いてからさ、今至る所にさ化粧品が散らばっててさ、マジで大変だった。なんかやっぱメイクさんとかね、いてくれたらさ、いや、いても持ってくわ、いても持ってくけど、ヘアアイロンとか何個も持ってったんで、ヘアアイロンを、ヘアアイロンが重かったのかも。あとお洋服でしょ、で靴3つでしょ、超重かった。マジで5キロぐらいあるかと思った。でめっちゃ迷子なったんだよ。で全然知らないビルを、あの非常階段、しかもあのなんだっけ、エレベーターとかなしに階段で結構上の階までその荷物持って上がって、あ、全然そこじゃないみたいになったりとか、もう最悪だから、こんな肩がね外れそうなってる。辛い肩外れそうで辛い。ヘアアイロン割っちゃう。なんだっけ、ヘアアイロンは普通にコンセントのやつです。え、でしょ、自由のトレーナー可愛いでしょ。あれはね、ちょっとね、あのエピソードがありまして、私があの3着の撮影だったんですよ。3着、あ、普通に配信する。で3着だったのに、私が1着普通にお家に、バカだからね、おバカさんですからね、忘れてしまって、畳んで普通に置いたまま、え、通常、どうも、はあ、そう、2着しか持っていくの忘れて、アホで、で近くにあったんですよ、一番近くの GU というユニクロで迷って、そこでめっちゃパッて調達して、ありがとう。お、32人目、たまこんさんおめでとう、ドキキャンさんありがとう。35人来てほしい。消えた、早っ。目標キラキラください。で、そう、複数着持ってくじゃん。それに合わせてヘアアクセサリー、普通のアクセサリーも全部買えるやん。それに、まあ、靴がめっちゃ重い。今回なんか結構重めの靴多かったからでしょ。小物とこのギフトはいいでしょう、かわいい私このキャラ好きなのこんにちは。そう、でもさ、せっかく靴とかさ、いろいろさ、その他アクセサリーとか全部持ってったのに、2着で撮影終わりはちょっと、カメラマンさんにも時間取っていただいてるので申し訳ないなと思ってね、スタジオ結構ちゃんと時間借りてくださってね、それもちゃんとお金がかかってスタジオね借りてるから、
意外とスタジオ高かったりするんですよ。だからもうこれだったらもうちゃんと買い行くぞと思って行ってきますって言ってパッて オリジナルギフトです。見て、パチパチパニック、パチパチパニック食べます。これ配信にいいかなと思って買ってきた、パチパチパニック。あら、みかんくんかわいい、ありがとう、ありがとう、みかんくん、何それ、かわいいんですけど、ありがとう。ハロウィンですね、10月3日、え、今日3日だよね。よし、やっぱね、みかんくん遅くの配信よりこうやって早めに1個配信する方が健康的だと思いません？ちょっと見えなかったわちょっと見えなかったわ。みかんくんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。うわー、ドキアンさんおめでとう、33人目、やった。え、うわ、待って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 、びっくりした、すごい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 、エアポッツの充電切れてた、ダメやん、配信聞けないってこと。待って、ドキキャンさんおめでとうございます、嬉しいです。33人目、33、ありがとう、よいしょ、ドキキャンさん33、ゾロ目おめでとうございます、まこちゃん埋もれてるお店のスピーカーつないでジャックして、放送室ジャック、ジャックするんや、パチパニック、二人だけ見えてる、パチパチパニック食べるよ。なんか更新したら見えづらい人は、更新したらこいつ消えちゃうらしいよ。私は可愛いから撮っとくけど。おお、これがパチパチパニックの中身、これがパチパチパニックです。怖いですね、ちょっと怖いですね、怪しいですね、怪しい粉が、聞こえる？
やばいやばいやばい、痛い、バチバチ聞こえてるのかもしれない。やばいやばい、痛い。痛い。でもこれ勝ち身、意外と美味しいから、キャンディーに圧縮したガスが閉じ込められてます。こぼしたキャンディーは水気で拭き取らないよう注意だって。わあ、ワタパチ懐かしい。終わった。うん、美味しかったかも。いや、これも美味しいから、美味しいからこんな顔して食べたけど、うん、まあお昼ご飯にはなりませんね。でもなんかいい感じ。あ、いた、まだ残ってる。そろそろバイバイしますか。入れるっていうフリじゃん。うわ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 、隠してくれてる。でも剥がそうとしたところ隠してくれたのかな。マスカットさんありがとう。食屋さんイベントね、お礼メッセージお書きするのでお待ちください。そう、水に反応するんだって。マスカットさんありがとう。アッキーさんもありがとうございます。食屋悔しい、食屋はマジで悔しいよね。悔しい、もう見れない。なんかさ、三つ飴リンゴイベントとかもあったじゃん、リンゴちゃんかぶって。それもさ、アンバサダーの方のねやつ見たりとかするとうわ悔しいと思う。アンバサダーの三つ飴さん見たんですよ、見てしまったんですよ。マスカットさん、これはロボットかな。ありがとうございます。お、19位すごい、あと4位です。クローバーさんレベル8。あ、その番、あ、そうなんだ、見えないんだ、残念。18位まで残り121ポイント。15位までどれぐらいなんだろう。絶対5000円ゲットしたいぞ。
いや胸晴らしてくる、ありがとうありがとう。そっかそっか、土曜日がマルネルさんとデートなんですね。マルネルさんデートインなんだっけ、イン浅草。わいいな、とろろ昆布私大好き、和食大好きだからさ大好き、絶対食べるやつやん。てか家のとろろ昆布あるわ、ずっと食べないと。今思い出した、ありがとう、ずっと買ってそのまんまだ、悔しい、悔しすぎる。そうなんです、マスカットさん、でも見えてないんでしょもったいないね、相当派手よ、相当派手よ、このイベントのオリジナルギフト。なんか本当だったらタワーなんだって、サイズ感。でもこのイベントはなんか画面を埋め尽くそうらしくて、やってるね六本木のバー。なんかもう名前聞くと結構イケイケそうに見えるけど六本木のバーっていう、そのだけ、それだけで、そうでもないのかな、どんなお店なんだろう、ちょっと気になったよね、どんなお店なんだろう。バーって何、バーラウンジみたいな書いてなかったっけ。なんかちょっとイケイケなんじゃないのって思いながら、それイケイケなんじゃないの気になるぞって思いながら、六本木のバー、え、そうなんですよ、でそこまで飲めんしさ、会員制、はい、そんな洒落たバーがショールームに意外すぎん、すごいじゃん、すごい人紛れ込んじゃう。でも会員制だから入れないのか、怪しいですね。ナーケンなら入れます、そうナーケンなら入れる、会員制バーオンインインザ六本木。怖いよ怖いよイキイキなのでは。こんにちはこんにちは、まあ、歌舞伎町とかよりはいいのかもしれない、イメージ。歌舞伎町は、歌舞伎町の方が私怖いかも。歌舞伎町の場合はさ、あの歌舞伎町にさ行くまでがさ多分さ結構さこうねしんどそう、わかんない、そんなに行ったことないけど、あのゴジラの映画館わかるかな、ゴジラの映画館は行ったことあるけど、それ以外で行ったことなくて、歌舞伎町、歌舞伎町、まあなんか社会科見学みたいな感じで行ってみたさあるけどね、そのうちそのうち行きたいなって言って。いやしんどいでしょ、しんどいしんどい、なんだろうな、別になんもなくても、別になんもなくても空気感かな、なんか多分、え、わかんない、なんかすごいちゃんと整備されてたらいいけど、なんかちょっとゴミとか落ちてそうなイメージ。あと、うん、ちょっと怖いよね、ちょっと怖いよね、いやわかんない、偏見かもしれないけどね、今どういう状況かわかんないけど、昔私の知ってる歌舞伎町はなんだろうな、まだ地雷系女子とか、地雷系女子はね可愛いと思うんだよ、私可愛いやん、お洋服も。18ありがとう、次まで、うわーここで離れる。ゲームって何、ゲームで歌舞伎町が出てくるの、
ね、そういいのよ。私地雷系女子は可愛いと思うからいいんだけど、なんか最近それも進化してそうじゃない？わかんない。そうなの？あんま関係なさそうな気するけど。竜が如く。何巨大なハムって。わかんない。まあなんか安全か安全じゃないかというよりかは、なんだろう、その空気なのかな、空気感なのかな、なんかちょっとさ、ちょっと重めな気がするんだよな、気持ち。わかんないけど、全然私そういう、あんまそういう感ないけど、なんか重い場所あるんだよな。何？神イベントって何？神神神神神って感じの何かが。あ、そういうことね。あ、私でも意外とネズミさんは大丈夫なんですよ。あ、でも巨大になったら分かんない。巨大は分からん。ハムスター飼ってたから、なんか意外とそこまでみんなが言うほど気持ち悪いってはないんですよ。ゴキブリはどんなにちっちゃくても無理なんだけど、あのハムちゃんはね意外と大丈夫なんですよ。これがまたタワー行ってみたいですね。みんな行ってるよね。行ってる人多い。意外と綺麗そうだよね。それは綺麗そう。歌舞伎町タワーをどでかい？どのイメージ？全然わかんない。どれぐらいよ。私がイメージするのは10センチ、縦10センチ、横5センチぐらい。巨大ってどこまで？10センチは巨大？で、10センチぐらいだったら別に何も思わんかも。チューチューの方が全然いいよ。全然わかんないって、浦安のネズミ。もっと気持ち何センチ？気になる。チューチュー気持ち悪いって思うのかな？私でもね、なんかさ、ラットってわかる？普通にペットショップとかにさあるさ、ラット、あの尻尾がさ長いさ、ラットみたいな。私別にあれね気持ち悪いって思わないんですよ。そうだから多分大丈夫なんだと思うんだよね。まああの衛生的にはすごい心配だけど。180、嘘でしょ。大将さんの顔、嘘でしょ。そこまででかいんだと、なんかポケモンやん。ポケモン、ネズミポケモンや、かわいいじゃん。私ほんと毛の生えた動物が全部多分大丈夫なんだよな。ね、多分みんなびっくりすると思うけど、ネズミ全然大丈夫。あ、でもなんかその、なんか街中をピャーって走ってくさのは大丈夫だけど、なんかこうゴミの中にこう漁ってるネズミはちょっと気持ち悪いかも。なんかしてることが気持ち悪いじゃん。存在じゃなくて、あ、なんかだったらなんかちゃんとなんかハムちゃん用の餌とか食べてほしいって思う。気持ち悪い。ゴミ食べるのは気持ち悪いなと思っちゃう。ネズミさん自体じゃなくて、あ、バイキンね、それは怖い。でも見た目大丈夫なのよ。あのむしろさ、多分さ G5期の方がさ、ゴキとかはさ、むしろ別にあのネズミちゃんよりかはあの汚くないって言わない？ネズミちゃんは本当にバイキンやばいって言うじゃん。でも別にさ、ゴキちゃんがさ、ゴキちゃんって言ったらやばいね、なんか痛い女の子みたい。ゴキがさ、あのゴキにちゃんつけないわ。ゴキがさ、あのどんなに綺麗でもさ、どんなに綺麗って言われてカブトムシぐらいだよって言われても絶対無理だもん。足にカブトムシがバーンって飛んできてつくより、ネズミが足の上にポーってこう登ってきた方が100倍マシ。世界一虫が苦手すぎるとそれぐらいの感覚になってしまう。中華屋のゴミ、なんで中華屋がいいの？なんで中華屋美味しい？こんにちは、タスクサーデベゴ、おめでとう。神イベとは。パバラさんいなくなっちゃった。無理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 、大嫌い。毛虫世界一嫌い。ダメだ。
確かにダメだわ。毛が生えた動物違うわ。あ、ご飯ごめんね。あともうちょっとで終わるからね。ごめんね。もうやめろ。このはい。でも、なんだろうな。何がダメなんだろう。何がダメかな。こんにちは。ご飯だったのね。ごめんね。こんにちは。てかバーバラさんもご飯じゃない今。そういえば。どうなっても無理だな。サイズがどれだけちっちゃくても見た目がどんなに、あ、でも私さ最近カエル可愛いと思うんだよね。カエルって可愛くない？顔が可愛い。なんか買う買わないとか別にして、カエル飼ってる人意外と多いよね。私最近見るの好きなんだよ、YouTube で。タラコパスタはいいな。酢豚はいいね。酢豚作った？お店？酢豚作ってみたい。めっちゃ面倒なんだよね酢豚って。なんか昔作ったわ。一回さ揚げてからさね、また焼くみたいな煮工程いるんだよね。ちょっと面倒いよね。まあ頑張れよって話なんですけど、なんだろうな、カエルも、カメとカエル可愛い。わかるわかる、すごいわかる。カメさん可愛い。でもね、私ね、カメはカメでも、あれカメって言わないのかな、スッポンモドキはすごい好きなんだけど、スッポンはめっちゃキモい顔。それ最近、一番最近調べたカメさん、そういえばスッポンもどきって死ぬほど可愛いけど、なんでスッポンってこんなに顔怖いんだろうって思う。マジで怖い。あれはカメじゃないのかな。スッポンってめっちゃ顔怖い。奥さんが作ったスープと、うわ素敵すぎ素敵すぎ。食べたことないけど、私もないないです。なんかそのさ調理前のさ、カメさんとかをさ、多分さスッポンとかさ見してくれそうじゃない。こうこちらが本日の食材ですとか言ってさ、なんかさ生きてるさスッポン出してきそうじゃない。こちらって出てきそうじゃん。めっちゃ怖い。スッポンもどきめっちゃ可愛い。あれは何なんだっけ、カメなのかなスッポンなのかな、どっちか分かんないけどめっちゃ可愛い。スッポンマジで顔無理、顔が苦手、怖い。なんでだろうね。みんなもわかると思う。スッポンもどき検索して、スッポンもどきめっちゃ可愛い。やだ、こちらが本日の牛タンですって生きてる牛さん出てきたら絶対食べれないんだけどまあそれも矛盾してるよね。でもどうして生きてたら、難しいね。ヴィーガンの方に勧誘されてしまうあなたヴィーガン向いてるねって言われそういや無理だよ、無理無理無理、さすがに見たら無理。牛さんかわいい。スッポン抜きは無理。なんかかわいそうとかじゃなくて、なんか怖ってなる。何それ、昆虫カメメスポモドキかスポモドキ長。あ、そうなんだ。あ、そうなの、どっちもカメなの。スッポンは無理、顔が怖い。そしてなんか食べても別に美味しくないよって友達が言ってた。なんかただの鶏肉みたいな。そうなんだって感じ。じゃあいいやって思った。怖いよ。こんにちは。君ビーガンの素質あるよ
増税反対、消費税なんたら、消費税なんたら、増税反対、増税反対、なんたらなんたらって、なんだっけあれ、令和新選組 TikTok でめっちゃ流れてくるようになっちゃった。血も飲める、無理。なんか私、え、血って気持ち悪くない？なんか私貧血だからさ、レバーとかよく食べるんだけど、結構血臭いじゃん。しかも血飲むんでしょ、うわ、口がさこうフューってなってるのが怖い。すっぽんフューってなってる。すっぽんもどきはなんかそう笑ってるの。すっぽんもどきは顔が笑ってんの。すっぽんはフューってなんかなんていうの、なんていうんだあれは、顔さ、目鼻口でこうお正月にこう合わせるやつみたいな口、うんってやつ。つかささんありがとうございます、ありがとう。こわ、無理、その皮いけなくなっちゃう。赤ワインで乗って、はい、ごまかしてるやん。つかささん、血丸飲みじゃないんだ。ハロウィン、ハッピーハッピーハロウィン、ちょちょちょ。笑ってるのはすっぽんもどきだから食べれません。怒ってる、うんっていうすっぽんは食べれます。いや、特にね、このイベントはありがとう、まあマクロスが出るとここがブーってこう画面がロボットだらけになるよっていう感じぐらい。あ、このロボット自体がマクロスさんなの。私、山本太郎さんっていうの、あの方知らないんだよね。芸能人のイメージって言うけど、何、お笑い芸人だったの、何も知らないけど、ただ私はもうその芸能してるイメージがゼロなんですよ。だからすごい政治頑張ってるのかな。俳優さんなんだよ、そっちの道行ったね、すごいわ。メロン、メロリンキュー、何それ、知らない。バトルロワイヤル、知らない。俺はな、ケン、こんにちは。たまたまその映画とか見て、作品見てなかったんだわ。そうなんだ、詳しいね、三十三。消費税廃止、消費税廃止。あ、本当？ギフトランキング、私入りそう？順位入れるかな？こんにちは、かずみちさん、レベルおめでとう。消費税廃止、消費税廃止。あの人どこにいるん？大阪とか？だいぶ前の作品。あ、そうなんだ。ジェネレーションギャップっていうほど私も若くないですが、消費税廃止、なんけ、教育費無償、教育費無償とかずっと見てたわ。なんだこの癖になるノリみたいな、内容とかじゃなくて、なんかこのノリがすごいなと思って。あれ、すごい即興で考えてんのかな。残念ですが、出来は下がりませんよ。全然わからん、そういう話全然わかんないよ。でもこのわかんないってのも問題だとは思うんだけどね。国が大変になっちゃうのかなみたいな、本当にわからない。まあ どこもどこかしら大変なんだわみたいなぐらいのイメージ。インボイスもなんか登録とかしないといけないんだね。引っ越し、懐かしいな。あれはまた別やろ。あ、なんかちょっと癖になる感じね。あ、そう、確かにそれで言ったらそうかもしれない。待って、
え、この今の現在の総合の順位15位じゃないの？15位以内だと天ギフ5000円プレゼントみたいなんだけど、え、待って待って、ギフトランキングなの？え、これは総合は？こっちか。え、総合フォローありがとう。え、ドキドキドキ。公立校には必要最低限のお金しか入れない。でも私立の方があれでしょ、学校通うの大変だよね、高いよね。なるべくあなたは公立に行きなさいって言うよね。こんにちは。それのそれでいっぱい出してるから逆に補助金をお渡ししてるって感じじゃなくて。全然わかんないや。え、でもよく言うよね、学費高い。あ、そうなの。高いんだ。マクロスかき集めちゃん、あ、ありがとうございます。バーバラさん、日本って学費高いんだ。わ、たらこパスタ食べながら送ってくれてる、ありがとう。バブラさん、ありがとう。止まった。にょき。え、ギフトランキングとアバタ、え、私だか勘違いしてる。ちょっと一瞬見てこよう。え、フォロワーさんあと9人で乗ります。ギフトランキング、マクロスエディションギフトランキング、この総合は関係ないの？え？あ、そうなんだ。え、じゃあこれ関係ないの？こっち。インボイス諦めた。そんな変わるの？インボイスしないとあれなんかな？あ、ちょうどこの時間なので終わらせていただきます。そうなんだ、ちょっと待って、集めるのはマクロスでした。としさんありがとう、教えてくれて。ほっ、ではみかんくん、くまちゃん、ハロウィンギフトありがとう、ドキキャンさん33人目、マスカットさん、マクロス、つかささん、ハロウィン、くまちゃんありがとうございます。税理士でもわかんない。あ、じゃあしなくていいよ本当に。それでね、もうめちゃめちゃ変わるっていうんだったらあれだけど、そんな大したものじゃないって思える人はねいらんよな。ありがとう、みかんくん、ドキキャンさん、マスカットさん、つかささんありがとうございます。今年もチェラピケはめちゃめちゃ冬物かわいい。なんだっけ、うさぎさんありがとう。あのね、ポケモンコラボ、ポケモンコラボジェラピケ死ぬほど可愛かった。ありがとうございました、みかんくん、ありがとう。なこ超絶応援ありがとう、お疲れ様。なこちゃん見えない。